ごきげんようです。電力大食いモンスター。ナミビアさんです。メモリもストレージも大食いすぎるんだよな。マリさんだぜ。ウプ主は10月に遅めの夏休みを取りました。ちょうど台風の前日に東京を脱出したんだよな。頑張れ長野と千葉。皆さん、外出先で困ること、ありませんか？枕が合わない。乙女かな？はい。コンセントです。以前、テーブルタップを紹介しましたが、携帯やタブレットなど、USB ポートから充電するものも多いと思います。充電器のアダプタってかさばるし、差しにくいよな。そんな方に、おすすめの商品がございます。前回も見たようなアンカーの箱だな。モバイルバッテリーの使い心地が良く、気に入ったので選んでみました。こちらは、アンカーのパワーポートプラス5、USB-C、パワーデリバリーという充電器です。前回のモバイルバッテリー同様、本体と付属品が、2ブロックになったシンプルな梱包。無駄がなくて、いい感じだな。まずは、アクセサリーと書かれた箱の方を、開けていきましょう。付属品は、電源コード、マジックテープと、固定用の両面テープですね。机に固定して使う方用です。コードは、普通の AC100V から、2ピンのケーブルだな。これが、この充電器のおすすめポイント。アダプタが邪魔で、隣のコンセントがさせないということは、ありませんね。本体の下には、マニュアルとサポートガイド。そして、半透明な袋に包まれた本体。本体は、アルミ製、ヘアライン仕上げで、質感はとても良く、綺麗です。色は、モバイルバッテリーと同じ、ブラックを選びました。出力は、パワーデリバリー対応のタイプ C1 ポートと、タイプ A4 ポートです。出力は、パワーデリバリーが 30W、タイプ A が 30W の合計 60W。最大 2.4A なので、もちろん高速充電に対応しています。サイズは、だいたい手のひらサイズだな。それでは、接続して、使ってみましょう。1V と 2.4V の機器をつないで、充電ができるかどうか確認してみましょう。1V は、毎度おなじみの iPhone X を、2.4V は、無印の iPad 2018年モデルを使用します。正常に充電されていますね。続いて、2.4V の検証です。画面が汚いのはお許しください。ずっと机の上に置いて使ってたもんな。こちらも問題なしです。ということで、充電器の紹介でした。コンセントに接続しやすく、4ポートのタイプ A とパワーデリバリー対応のタイプ C が付いているので、将来性もあるモデルだと思います。USB 充電のデバイスをたくさんお持ちの方、ぜひ検討の候補にしてみては、いかがでしょうか？最後にお願いです。このチャンネルでは、ガジェットレビューの他に、自作 PC、旅動画などを投稿しています。この動画が良かった方、興味のあるジャンルがあった方は、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もあるので、そちらもよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。